ご覧のようにまっすぐが高めに浮いています。ここも際どいところですが外れました。森岡がフォアボールで出ます。まあ、こんなはずじゃないんでね、絶対上がっていくはずなんですけども、またフルカウントです。引っ張って、あーっと取れない、取れない、サード村田取れません。一塁ランナーの森岡は一気に回った、回った、森岡ホームイン、スワローズ先制。乗ってきましたね、バレンティンね。バレンティンが三塁線を破るタイムリーを打ちました。東京ヤクルトスワローズ1点先制。球足が速かったですからね、それとサードの村田が下がってしまいましたから、取れるかなと思ったんですが抜けていきました。もうちょっとでした。打球が速かったのと、からあの処理しに行った時のバウンドが上がってきたところだったのでね、三塁手は難しいは難しいんですよね、あの人工芝の一番難しい打球ですよね、半通過のところ当たって打球が速い上に難しいバウンドになった、それと、前回の登板ですね。ここはストレートのフォアボール。いや、とにかくホールトンの立ち上がり球数が多い多い、フルカウントフルカウント、そしてまたフォアボール。これ守ってる野手は大変ですよ。そうですね、こういうピッチングされると寒いのね、夕方から急に冷え込んできた神宮です。でもここはヤクルトはもうこれだけホルトンがね、状態良くないからスタートですけども、やっぱり得点できればどんどん重ねていきたいですよね。ここまでのバッター5人に対してすでに27球投げています。6番の宮本、打球はセンターへ抜けていく、バレンティは回った回った回った、バックホーム、どうだ、バレンティ生還、スワローズ2点目、2対0。宮本にもタイムリーヒットが出ました。ホールトンの立ち上がりを攻めてスワローズ2点を取りました。2対0。宮本上から叩いたね、はい、上から叩いて、まあ、やっぱり基本通りですよね、いや、バレンティン乗ってますね、金村さん、もうランニングの姿勢見たら乗ってますよね、もう本当集中力ない時は一生懸命走りませんからね、彼は。今のはもうインパクトとね、全速力でしたから、それとやっぱりヤクルトは本来ね、ジャイアンツ戦には非常に分がいいというかね。宮本のタイムリーで2点目、打球は右中間、三塁ランナーが入ってきます。7番の竹内にもタイムリーが出ました。ホールトンの立ち上がりを攻めて3点、3対0。これ今シーズンのヤクルト打線これだけつながったの初めてじゃないですか。いや、本当につながりですよね、そうですよね。昨日のサヨナラからちょっとあの勢いが ね、 ですね、昨日も本当に一旦はもう負けかというところまで追い込まれたんですが、宮本の同点タイムリー、そして最後は三輪のサヨナラヒットという劇的なゲームでした。あの気の毒なるような感じがしますよ。また右へ打った、うまいバッティングです。宮本今日3本目のヒット、センター前、ライト前、そしてまたライト前、浮いたフォークを押っつけてライト前、技ありですね。まあ、こういう鳴らされるバッティングを我々は何度も見てきたんですが、3安打です。神宮球場、スワローズ対ジャイアンツ、3対2、1点差の勝負になってきました。クロスゲームになってきました。代打岩村、打順9番ピッチャー石川のところへ代打、レフトの左、打った岩村は一塁を回ったところで止まります。代打で出てヒットを打ちました岩村、ノーアウトのランナーです。このバッティング、金村さんいかがですか。いや、開かなかったですね、今シーズンね、キャンプから非常に良かっただけにね、
開幕するときには調子を落としてスタートしたもんですから打ちたい打ちたいという気持ちが流行ってね、ここ先週もずっとちょっと開き加減が気になってたんですけども、これはまた大きいヒットですよ。いや本人も嬉しそうですね、独特のクラウチングスタイルですから、はい、余計にこの状態が突っ込むと目立つんですよね。だから逆に言うとこっちから後ろからゴムで後ろにこう引っ張りたいぐらいの感じですよね。さあミレッジランナーが三塁、引っ張った取れない、ランナー帰ってきます、追加点、ミレッジのタイムリーヒットが出ました。スワローズ4点目、4対2スワローズが突き放します、2点差とします。これは大きなヒットが出ました。ものすごい大きいヒットですよね。村田もよく飛びついたんですが、いや打球が速かった。今ね、大谷さんと言ってたその状態突っ込むのがこの打席はちょっとマシになりましたよね。それと田中にしてもね、ミレージにしても、はい、攻撃に参加できたっていう感じだよね。1番3番がそうこれだ、逆に今日のゲームだけじゃなくて明日のゲームにも行きますからね、打線のね、つながりになってくるから。ミレッジのタイムリーで4対2 2点差となっています。しかしこれから投げるルーキーのドラフト1位ルーキーの石山、スワローズとしては小屋さん8回9回あります。そして点差が2点だけと言ってもいいと思うんですよ。その通りですね、はい、安心して送り出せるピッチャーがいませんからね。とにかく繋いでいくしかありません。だから左も使うでしょうし、とにかく1つのアウトを取ってそれを積み上げていくしかないですよね。スライダーと落差のあるフォークを持っています。三振、早いですね、キレがありました。本当に言ったど真ん中の目ですよね。松本に対して、キャッチャーはアウトコース1球を外そうかなと思ってたのがど真ん中高め押し込んでましたね。いやいや、キレがありました。石山まっすぐにはキレがある。しているのはスワローズ。三振、ゲームセット。最後は山本哲也渾身のストレートで締めてみせました。4対2、東京ヤクルトスワローズが読売ジャイアンツを下しています。3連戦の初戦をまずスワローズが取りました。